どうもこんにちはこんばんはチャンネル登録者数1万人を目指す朗読チャンネルを運営している一番です、えー。本日お送りするのは坂口あんを咲く「暗号という作品ですね。えー、坂口あんはですね、えー、1906年生まれ、えー、1955年没。 とということになっておりますそしてこの「暗号」という作品は1948年に発表された短編小説ということなのでこちらもかなり晩年に書かれた作品ですね、えー、坂口暗号という作家はですね、えー、純文学のような硬いしっかりしたっていうんですかね文体からこの、ま、ちょっとふざけたというか なんか軽い感じの文体までかなり幅広い作家さんだなと思っていて、こう読む作品ごとに、なんか受ける感じが全然違うので、一つ一つちょっと読むのが楽しみな作家さんでしたね。そしてこの暗号はその中でも、その中でもというかまあかなり特殊な作品になっているなと思っていて、暗号っていうタイトルからまあさせられるようですね。 まあ、暗号を解くというところが、まあ、えー、始まりになっているんですけれども、そこから、えー、展開していくのが、ちょっと意外な方向といいますかね。一見推理小説なのかなと思いつつ、ちょっと他の要素も入ってくるというところが、非常に、えー、面白かった作品だと思っています。えー、まずですね、 戦死した親友の蔵書を古本屋で見つけるっていうところから、えー、物語が始まります。えー、そこからどのような展開をしていくのか楽しみにお聞きください。えー、改めまして、坂口暗号1948年発表作品暗号です。それでは本編をどうぞ 坂口暗号暗号矢島は車用で神田へ出るたびいつもするように古本屋をのぞいて歩いたすると太田漁師長日本古代における社会組織の研究が目についたので取り上げた 一度は彼も所蔵したことのある本であるが出生中戦火できれいに蔵書を焼き払ってしまった失われた書物に再会するのは懐かしいから手に取らずにいられなくなるけれども今さら一冊二冊買い戻してみても買う気持ちにもならないそのくせ別れづらくもありほろ苦いものだページをくると扉に「紙を蔵書」と印がある 見覚えのある印であるる。印で戦死した旧友の蔵本に相違ない彼の留守宅も戦火に焼かれその未亡人は仙台の実家に戻っているはずであった矢島は懐かしさにその本を買った社へ戻って開いてみるとページの間から一枚の見覚えのある要線が現れた「魚門書館の要線だ」 矢島も神尾も出生まではそこの編集部に勤めていたのだ紙面には次のように数字だけ記されていた心覚えにページを控えたものかと思ったが同じ数字がそろっているからそうでもないらしいまさか暗号ではあるまいが暇な時だからふと試す気持ちになって 34ページ14行14時目4時まで進むと彼はにわかに緊張した語を成しているからだいつものところにいます7月5日午後3時全部でこういう文句になる明らかに暗号だ神尾は達筆な男であったが この数字はあまり見事な首席じゃなくどうやら女手らしい様子であるしかしこの本が疎開にあたって他に売られたにしても漁問書簡の要線だからこの暗号が神代に関係していることはまず疑いがないようだ要線は4つに折られているすると彼の恋人からの手紙らしい矢島は ミオと最も親しい友達だった。それというのも2人の趣味が同じで歴史特に信代の民族学的研究に興味を注いでいた文献を貸し合ったり研究を報告し合ったりお揃いで研究旅行に出かけることもしばしばだったそれほどの親しさだからお互いに生活の内幕も知り合い友人もほぼ共通していたが さて振り返ると趣味上の友人は二人だけで漁文所管の社員の中に同行の死は見当たらないのみならずこの本はほとんど市場に見かけることのできなかったもので矢島は古くから増していたが確か神尾が手に入れたのは矢島が出生する直前ぐらいであったような記憶があるそれに矢島が出生するまで 神代に恋人があったという話を聞かないそのことがあれば細君には隠しても矢島にだけは告白しているはずであった矢島の出生は昭和19年3月2日神代は翌20年2月に出生して北市へ渡って戦死しているしてみるとこの7月5日は矢島が出生したあとの 19年のその日であるに相違ない矢島は社の要線を持ち帰って使っていた他の社員も皆そうで当時は紙が店頭にないのであるからメイが自宅へ持ち込む量も長期のストックを見込んでおり矢島の出生後の留守宅にも少なからぬこの要線が残されていたはずであった矢島は 妻の高子のことを考える神尾の知人にこの本を贈しているのは矢島の留守宅だけでありそしてそこにはこの要衬もあったのだ神尾は軽薄な人間ではなかった虚食官でもなかったしかし浮気心のない人間は存在せずその可能性を持たない人はありえない 矢島が復員してみると貴子は失明して実家にいた自宅に直撃を受けその場に失明して倒れた貴子は担架に運ばれて助かったがそのどさくさに2人の子供と離れたままどこで死んだか2人の子供の消息はそのまま絶えてしまっていた病院へ収容された貴子が 実家と連絡がついて父が上京した時はり災の日から2週間余り過ぎており父に焼け跡を見てもらったが何一つ手がかりはなかったそうだ貴子の顔の焼け跡は注意して眺めなければ認めることができないほど昔のままに治っていたが両目の失明は取り返すことができなかった神尾は戦死した。 高子は失明したはし天罰の致すところだと考えている自分に気づいて矢島はあさましいと思ったが苦痛の念はやりきれないものがあった孝子の書いた暗号だという確証はないのだからまして一人は失明し一人は死んだ今となって過去をほじくることもない戦争が一つの悪夢なんだからと ととのえるように努力して買った本は家へ持って帰ったが片隅へ押し込んで貴子に一切知らせないつもりであったけれどもそういう心労がかえって重荷に,になってきてなまじいに自分の胸一つに畳んでおくために秘密に悩む苦しさが積み重なってくるように思われたそのうちに矢島はふと気がついた 出征するまで孝子はいつも矢島の左側に寄り添ってきた新婚の頃の甘い追憶が孝子に残り一つの修正を成しているのだ夜更けて矢島が机に向かい読書にふけっている孝子が寄り添う矢島は読書の手を休めて孝子に口づけをしてやるそして くすぐったりキャーキャー笑いさざめいて他愛もない新婚の日夜を明け暮れしていたが当時から高子は必ず矢島の左側に寄り添うのであった寝室でも高子はいつも夫の左側に自分の枕を用意した新婚は新しい世界を開いてくれる矢島は 孝子が開いてくれた女の世界を昇願した時には好奇し探求欲をおこしもしたそういう新しい好奇の世界で孝子がいつも左側へ寄り添い左側へ寝るンで押したように狂いのないその習性について思い巡らしてみたものだ本能であるはずはない古来からのしきたりがあり たか子はそれを教えられており自分だけが知らないのかとも考えたが20年近くも師匠に親しんでそれらしい古実を読んだこともないから多分そうでもないのだろうしてみると男の右手が愛 v の手というわけであろうかそう考えるとたか子の左側ということがあまり動物の本能めいて楽しい想像ではなかったが 事実において右側では自分自身格好がつかないような感じもするから別に深い意味のない感じの世界から発して2人の習慣が自然に固定しただけのことかもしれなかったところが戦争から戻ってみると貴子は左側へ寄り添ったり右側へ寄り添ったり眠る時にも左右不定になっていた しかしそれも無理がない。貴子は失明しているのだから。矢島はそう考えていた。しかし、暗号の手紙から、それからそれへと思い巡らすうち、矢島はふと恐ろしいことに気がついて、一時は混乱のために呆然としたものである。神尾は、左ぎっちょであった。 矢島は福音後かなり著名な出版社の出版部長を務めていたちょうど社用で仙台へ原稿依頼に出かけることになったので仙台には神尾の細君が疎開しておりどっちみち訪問すべき機会であるからカバンの中へ例の本を詰め込んだ社用を果たして後神尾夫人の疎開先を訪ねるとそこは焼け残った丘の上で 広瀬川のうねりを見下ろす見晴らしのよい家であった神尾夫人は再会を喜んで酒魚を勧めたが夫人も共に杯をあげてその目に酔いがこもるといかにも生き生きと上官に燃えて目のある女の美しさそれをつくづく発見したような思いがした神尾夫人はもともと美しい人であったが 目のない貴子と比べて何という生き生きとした隔たりであろうかしかしこの生き生きとした人が自分と同じように神尾と貴子に裏切られている被害者なのだと考えると加害者のみすぼらしさが皮肉であり我が現実が誠に奇妙にも思われた貴子が単なる失明にとどまらず 子供たちと同じように死んでいたらあるいは自分は今日の機会に求婚してこの人と結婚したかもわからないふとそんなことを考えるそして変に情欲的になりかけている自分に気づくと思いは再び神尾と貴子のこと自分が現にこうあるように彼らがそうであったという 激しい実感に脅かされずにいられなかった神尾の長女が学校から戻ってきたもう女学校の2年生であった矢島の娘が生きていればやっぱりその年のはずであった神尾の長女は生き生きと明るいそして美しい女学生になっていたその母よりも さらに生き生きと明るく立ち歩き座り身を翻して去り蹴り笑い周知する目矢島はいつもしょんぼり座っている妻壁に手を当ててはいずるように動く女またある時は彼の肩にすがって単なる物体の重さだけとなって ぽそぽそとずり進む動物について考えるせめて二人の子供が生きていてくれたならそしてこの娘のように生き生きと自分の周りを立ち歩いてくれたならそんなことをふと思って泣きほとばしりたい思いになったにわかに心は沈み再び浮き立ちそうもなくなって座に耐え難くなったので最後に

神代が出生の時売って良い本悪い本指定して出かけたのですできれば売らずに全部疎開させたいと思いましたがその頃は輸送なんで何段かに指定したうち最小限の蔵書しか動かすことができなかったのです二足三門で売り払った始末で神代が生きて帰ったら定めし悲しい思いをいたすでしょうと 一時は案じたほどでした欲しい人には貴重な書物ばかりでしたのにまとめて古本屋へお売りでしたか近所の小さな古本屋へまとめて売ってしまったのですあまりの安値でお金が欲しいとは思いませんけどあれほど書物を愛していた主人の思いのこもったものをと思いますと身を切られるようでしたの しかし焼け出される前に疎開なさって賢明でしたねそれだけは幸せでした出征と同時に疎開しましたから20年の2月のことでまだ東京には大空襲のない時でしたの神尾の蔵書が魚門書簡の同僚の手に渡ったということもないあの暗号の7月5日は19年に限られており その筆者はたか子以外に誰がいるというのだろうかその本の中に変な暗号をめくものがありましたがと何気なく切り出したいと思ったが固く改まるにそういないからどうしても言い出せない目のある人間はこんな時には都合の悪いものであると矢島は思ったすると 本を改めていた神尾夫人がふと顔を上げて「でも妙ですわねえ確かこの本はこちらへ持ってきているように思いますけど確かに見覚えがあるのですそれは記憶違いでしょうええええちゃんとここに蔵書印のあるものを奇妙ですけど私も確かに見覚えがあるのです」 調べてみましょう。夫人の案内で、矢島も蔵書の前へ導かれた。百冊前後の書籍が床の間の隅に積まれていた。すぐさま夫人は叫んだ。ありましたわ。ほらここに。これでしょう。矢島はあっけに取られた。 まさしく信じがたい事実が起こっている同じ本がそこに確かにあった矢島はその本を取り上げて中を改めたその本の扉には神尾の蔵書印がなかったどういうわけだかわからない腑に落ちかねてページをぼんやりくっていると ところどころろどにああいいのてるる。がそこを拾い読みしてみると彼はにわかに気がついたそれは矢島の本である彼自身の引いた主線に紛れもなかったわかりましたこっちにあるのは私自身の本ですよ一体いつこんなふうに変わったのだろう 神、ね、尾と貴子は示し合わせてこの本を暗号用に使ったそういう打ち合わせの時に入れ違ったのではあるまいかこれぞ神の計らいたまう悪事への諸人に示す書籍であり神尾と貴子の関係はもはや抜き差しならぬもののごとく思われて かかる確証を示されたことの暗さ救いのなさ矢島はその苦痛に打ちひしがれて放心したしかし一つの記憶が浮かんでくると次第に一同の光明がさし「幽霊か」と叫んだ人のように一つの目覚ましい発見が起こった。こののを取り違えたのは 矢島自身なのだ。矢島は神代にこの本を貸していたのだそのうちに神代もこの本を手に入れた矢島に赤紙が来て神代の家へ石別の宴に招かれた時かねて借用の本を返そうというので数冊持って帰ってきたがその一冊がこの本だそしてその本を探し出す時 二人はもう酔っていてよく調べもせず持ってきたその時多分間違えたのだそのまま矢島は本の中を調べる暇もなく慌ただしく出征してしまったから矢島の本が神尾の家に残ることとなったのである矢島はたった一つ残っている自分の蔵書の懐かしさに持参の本は 自分の本を代わりにもらって東京へ戻ったしかし思えばますます分からなくなるばかりであった自分の留守宅にあったはずのそしてすべてが灰となってしまったはずのあの本がどうして書店にさらされていたのだろうかり災の前に蔵書を売ったのだろうか 生活に困るはずはずない彼には親譲りの資産があったから封鎖の今と違って生活に困ることはありえなかった矢島は東京へ戻ると貴子に尋ねた「僕の蔵書の一冊が古本屋にあったよ」そう珍しいわねみんな焼けなかったらよかったのにね買ってきたのでしょ どれ見せて。貴子はその本を膝にのせて懐かしそうになでていた「なんて本?」「長たらしい名前の本だよ」「日本上代における社会組織の研究」というのだ本の名を言う矢島は顔をこわばらせてしまったが貴子は静かに本をなでさすっているばかりである。 僕の本はみんな焼けたはずなんだがどうして一冊店頭に出ていたのだか不思議だね売ったことはなかったろうね売るはずないわ僕の留守に人に貸しはしなかったそうね雑誌や小説だったらご近所へ貸してあげたかもしれないけどこんな大きな硬い本貸すはずないわね盗まれたことは それもないわ。全て灰となったはずの本が一冊残って売られているその不思議さを孝子はさのみ不思議とも受け取らぬ様子でただ妙に懐かしがっているだけであった「あなたがどなたかに貸して忘れてそれが売られたのでしょう」と孝子は平然と言った。 元よりそのはずはありえない出生直前に我が家へ戻ってきた本である貴子は失明している目こそ表情の中心であるがその目が失われるということは全ての表情が失われると同じことになるかもしれない少なくとも目のない限りは努力によって表情を殺すことは容易であるに相違ない 高子の顔から真実を見破ろうとする自分の努力が無益なのだと矢島は悟らざるをえなかったしかしまだ方法は残っていたここまでたどってきた以上は尽くせるだけの方法を尽くしてやってみようと彼は思った矢島は本を買った神田の古本屋へ赴いて本の売り手を聞いてみた 店主は本を覚えていてそれは売りに来たのじゃなくて通知によって自分の方から買いに出向いたものでありどこそこの家であったということを教えてくれたそこは焼け残ったさのみ大きからぬ洋館であった主人は不在で本の出どころに応えうる人間がなかったが勤め先が矢島の社に近いところだったから そここを訪ねて会うことができた。その人は356の病弱らしい人でさる学術専門出版店の編集者であった職業も同じようなものであったが愛所家同士のことで矢島の雷を聞くと一冊の書物に絡まる心労に極めて好意ある同感を抱いたようであったその人の語るところはこうであった。 もう東京があらかた焼け野原となった初夏の一日その人が自宅付近を歩いているとあまり人通りもない路上へ新聞紙を引き二十数冊ほどの本を並べて客を待っている男があった立ち寄ってみるとすべてが日本史に関する著名な本で当時得難いものばかりであったからすでに所蔵するものを除いて半数以上を買い求めた 求めた本の多くはキリシタン関係のもので署名を聞いてみると明らかに矢島の蔵書にそういなかった竹の子資金に上代関係のものを手放したがキリシタン関係のものは手元に残してあるから矢島の急増も10冊前後まであるという話であった外へ持ち出して焼け残ったものを盗まれたのではないでしょうかとその人が言った 多分そうでしょう僕の家内はその日目をやられて失明し2人の子供は消死してしまったのです兄弟と連絡が取れて父が上京するまでの2週間僕の家の焼け跡を見回る人手がなかったのですから父が焼け跡へ出かけた時にはすでに何者もなかったのです僕はしかし家内が本を持ち出したことを言ってくれないものですから そんなふうにしてて書の一部が残っいいるととうことを想像もできなかったのでした。しかし、かこうして矢島の蔵書が焼け残ったいわれが分かってみると消せないことは明らかに矢島の家のものであった本の中になぜ高子の記した暗号があったかということであったそれを高子が出し忘れたい,いな出し忘れるということはありえない。 一旦書いてみたけれども変更すべき事情が起こって別に書き改めたそして先の一通を不覚にも置き忘れたと返すべきであろうそれにしても「神尾は死んだ矢島の家は焼けた家財のすべてを焼失しわずか十数冊残って盗まれた書物の中の貴子がたった一枚暗号の保護を置き忘れた」 秘密の唯一の手がかりを秘めた一冊だけが幾多の経路をたどって矢島その人の手に戻るとは何たる天命であろうか神尾は死に貴子は失明し秘密の主役たちは命を目を失っているというのにたった一つ地上に承った秘密の爪の跡が。 豪華にも焼かれず盗っ人の手をくぐりついに隠して秘密の唯一の解読者の手に着せざるを得なかったとはその一冊の本に真正めく必要な意志がこもっているではないかまるで四谷怪談のあの幽霊の執念に似ているこれを神の意志と見るにしても空恐ろしいまでの執念であり 世にも不思議な偶然であった矢島が考えに沈んでいるとその人は極解して「僕も実は竹の子とはいえ愛憎の本を手放したことを今では悔いているのです」「こんな気持ちであるだけにあなたのお気持ちはよくわかるのですが僕の手に一度増した今となってはそれを手放す苦痛には 耐えられるとは思われないのが本音なのです言いにくそうな周り持った言葉を矢島は慌てて遮って「いえいえ焼けた蔵書の10冊ぐらい今更手元に戻ったところでかえって切なくなるばかりです僕はただ我が家の理財の当時をしのんでいささか考えに沈んでしまっただけなのです」と好意を射して 別れを告げたその晩矢島は貴子に聞いたあの本がどうして残っていたか分かったよあの本のほかにも十何冊か焼け残った本があったのだ家の焼ける前に誰かがそれを持ち出しているのだよ君は本を持ち出さなかったと言ったね ただ君が忘れているんじゃないかあの時のことを静かに思い返してごらん孝子は失明の顔ながら考えている様子であった空襲警報が鳴ってそれから君は何をしたのあの日はもう。 ここの地区が焼かれることを直覚していたわ。そこしか残っていないのだもの空襲警報が鳴る先に私はもう防空服装に着替えていたけれど寝ていた子供たちを起こして身支度をつけさせるのに長い時間がかかったのよ焼かれることを直角して焦りすぎていたから身支度ができて外へ出て空を見上げる間もなく炭礁灯がくるくる回って 放射法が鳴り出しがりて、するともう火の手が上がっていたのだわふと気がつくと炭礁島の十字の中の飛行機が私たちの頭上へまっすぐ来るのです一時に気が違ったように怖くなって子どもを両手に引きずって防空壕へ逃げ込んだのよその時は怖さばかりで。 何一つ持ち出す欲もなかったわ息を潜めているうちに怖いながらもだんだん欲が出てきたのよその時きおが「お母さん手ぶらでやけだされちゃ困るだろう」と言ったのすると和子が「そうよきっと小じきになって死んでしまうわねえ何か持ち出してよ」 と言ったのよ。私たちは号を出たのその時はもう四方の空が真っ赤だったわけれどもちらっと見ただけよ私たちは夢中でかけたのあの時はでも私の目はまだ見えたのよ空全体寸分の隙もなく真っ赤。 かに燃えていたそうなのよ揺れながらこっちへ流れてくるようにね全体の火の空が火の空を映したまま貴子の目は永遠に閉ざされもしや今もなお貴子の目には火の空だけが焼き移されているのではないかと矢島は思った。 その哀絶に耐え難い思いであった真実の火花に目を焼いて倒れるまでの一生の遺恨を思い出させる残酷をあえてしてまで埋もれた過去の秘密を突き止めることが正義にかなっているかどうか矢島はひそかに我が胸に問うた彼の答えが決まらぬうちに貴子の言葉は続いた 私は臆病だから恐怖に転倒してそれからのことははっきり覚えがないのよ3度ぐらいたしか往復したはずよ食料と布団とそんなものを運んだと思っているけどあの時はまだ目が見えていたのだけれどね目に何を見たかそれが分からなくなっているの。 私が最後に見たものは、ものではなくて、音だったのよ。音と同時に閃光が。それが最後よ。ねえ、私はあの晩、子供たちに身支度をさせたの。手を引いて走って、防空壕に固まって身をすり寄せて。そのくせ。 私は子供の姿を見ていない。私が最後に見たものは、焼ける空、悪魔の空。ねえ、子供は私をすり抜けて、何か運んで、すれ違ったはずなのに、私はその姿を見ていないのよ。ねえ、どうして見えなかったのよ。 見ることができなかったのよねえ私はどうして何も見ていなかったのよもういいよよしてくれ悲しいことを思い出させてすまない貴子には見えるはずがなかったから矢島は耳を両手で塞いで寝転んだそして もうこれ以上追及はよそうと思ったしかし翌日になって別の気持ちが生まれるとあれはあれでありこれはこれであるはず失明の悲哀によって秘密を覆うそれも貴子の一つの術ではないかという疑い心も湧いた一枚の抜き差しならぬ証拠がある 魔性のような執念を持って火をくぐり夫の手に戻るという事実の激しさは女の魔性の手札を破って事の真相を暴いて然るべき宿命を暗示しているようにも思われたその日出社すると昨日あったかの蔵書の所有者から電話が来た「実はです」声の主は、 意外極まる事実を報じた昨日を申し上げればよかったのですが今になってようやく思い出したのですあなたの昔の蔵書にですが買った当時中を開くとどの本にもページの心覚えのような数字を並べた紙が挟んであったのですその人にしてみれば大事の控えだろうと思いましてね まさか九州に巡り合うと思ったわけではないのですがまあなんとなくいたわってやりたいような感傷を覚えたのですねそのまま元のとおり本に挟んでおいてありますご希望ならばその控えは明日お届けいたしますが矢島は慌てて答えたいいえその控えはその本と一緒でなくては分からなくなるのです ではお帰りに同行させていただいて本の中から私に取り出させていただけませんかそして矢島は承諾を得たおのおのの本におのおのの暗号があるそれはどういう意味だろうなるほど彼と神尾の蔵書はほぼ共通してはいた本の番号を定めておいて一通ごとに本を変えて文通する それにしても彼の手にある一通には本の番号にあたる数字は見当たらないあらかじめ本の順番を定めておいたとすれば本の番号はいらないわけだがそれにしてもおのおのの本に暗号が挟んであったという意味がわからないおのおのの本ごとに暗号を書きしくじるそれも妙だがそれをまた 本の中に必ず置き忘れるということが奇妙である謎の解けないまま矢島は本の所有者に導かれてその人の家へ行った訳があってちょっと調べたいことがあるから10分ばかり調べさせてもらいたいと許しを受けて急増の本を探すと11冊あったその中に2枚あるもの3枚のもの 1> 1枚のもの。も合計して18枚の暗号文書が現れた矢島は直ちに翻訳にかかったその翻訳の短い時間の間に矢島は昨日までの一生に流してきた涙の総量よりもさらに多くの涙を流したように思った彼の体は 空にななっったたようであったなんという愛しい暗号であったろうかその暗号の筆者はタカ子ではなかったのだ死んだ二人の子供秋夫と和子が取り交わしている手紙であった本に連絡がないために残された暗号にも連絡はなかったしかし そこに語られている子どもたちの楽しい生活は彼の胸をかきむしったその暗号は夏ごろから始めたらしく7月以前のものはなかった先にプールへ行っています7月10日午後3時この筆跡は乱暴で大きくて不ぞろいで 秋の手であのでった。「いつものところにいます」という例の一通と同じ意味のものもあった例のところとはどこだろうか多分公園かどこかの楽しい秘密の場所であったにそういないどんなに楽しい場所であったのだろうか縁の下の子犬のことは おさ9月3日午後7時半泣いているから隠しても分かってしまうと思います子犬のことはその他にも数通あったその子犬の最後の運命はどうなってしまったのだろうそれは 暗号の手紙には語られていなかった兄と妹はこんな暗号をどこで覚えたのだろうか戦争中のことだから暗号の方法などについても知る機会が多かったのだろう2人にとっては暗号遊びの楽しい台本であったから火球の際にも必死に持ち出して防空壕へ投げ入れたに相違ない 自分たちの本を使わずに父の蔵書の特別難しそうな大型の本を選んでいるのもそこに暗号という重大なる秘密の権威が要求されたからであったにそういないその暗号を貴子のものと思い違えていたことは今となっては滑稽であるが戦争の豪火をくぐり他の一切が燃えうせた時に暗号のみが ついに父の目に触れたというこの事実にはやっぱりそこに一つの激しい執念が働いているとしか矢島には思うことができなかった子供たちが一元の別次を父に語ろうと祈っているその一年が暗号の紙にこもっているそう考えることが不合理であろうか 矢島はしかし満足であった子どもの遺骨を突き止めることができたよりもはるかに深く満たされていた私たちは今天国に遊んでいます暗号は現にそう父に話しかけそして父をあべこべに慰めるために訪れてきたのだ と彼は信じたからであった。